一種ナーベルフォンドームを描いたパウルフ・ヒィルストの版画。混合体で書かれた八音節二行連句の風刺詞が添えられているペスト医者あるいはイタリア語でメディコデン・ラペステとはペスト患者を専門的に治療した医師のことで国死病が蔓延した時代に多くのペスト患者を抱えた都市から特別に雇用された者たちである。報酬も都市側から支払われたためペスト医師は 貧富の隔てなく誰であろうと公平に治療を施した。本来であれば、専門教育を受けた、経験豊富な医師の仕事であるが、彼らの多くは往々にして、よそでは商売の成り立たない二流の医者か、自分の身を立てようとする若い医者であった。ペスト医師は、契約に基づきペスト患者の治療を行う、超医者あるいは、地域ペスト医という名で知られていた。一方で、 一般開業医としての医師も別にいて、両者がヨーロッパの一つの都市や町に同時に存在するということがあり得た。フランスとオランダでは医学知識の乏しいものがペスト医師となることもしばしばで実験主義者とあだなされるほどだった。医師として雇われる以前には果物売りをしていたものさえいたという。17世紀及び18世紀には 小規論により感染源とみなされていた悪性の空気から身を守るため大量の香辛料を詰めた口し状のマスクを被るペスト医師が現れている。外してペスト医者になることは喜ばしいことではなく非常につらく危険な仕事でありペストが大流行した時代に彼らが生き残る可能性はほんのわずかなものであった。そして彼らの仕事には本当に ペストの流行を食い止める効果があったのかも定かではない。国死病が猛威を振るう中、クレメンス6世は補修中のアビニョンで病人たちを世話させるために何人ものペスト医師を特別に雇った。ベネツヤには18人のペスト医者がいたが、1348年まで残った者はたった一人しかいなかった。5人がペストで死に、12人は 行方不明となったが、おそらくは逃げ出したのである。センペストの蔓延した最初の記録は500年代半ばにまで遡るユスティニアヌスのペストである。最大の流行であれば14世紀ヨーロッパの国史病が挙げられるが、いずれにしてもセンペストの影響で人口の激減した中世の都市は経済的にも大打撃を受けた。そのような中で地域ペストイは極めて得難い存在であり。 彼らには特権的地位が与えられていた。例えば自由に冒険を行うことができたが、これは中世ヨーロッパにおいては原則として禁止されており、彼らにもペストの治療法を研究するためにだけ認められているものであった。またオルビエートの町が1348年に雇ったマッテオフ・アンジェロは普通の医者が年に50、フローリンという時代にその4倍の報酬を得ていた。 ペスト医師は大変貴重な存在であったため、六百五十年にバルセロナが二人の医者をトゥルトーザンに派遣した時は、無法者が彼らを途中で誘拐し、身の白金を要求するという事件が起こった。バルセロナ市は人質の解放のため、それを支払ったという。七百二十年に描かれたペスト医者図像資料からは、ペスト医者が様々な衣装を身につけていたことがわかるが、中には、 一目でわかる、独特の格好をする者も,もいた。できるだけ肌を露出させないよう全身を覆う、表面に色を引いた、おもぬのか革製のガウン、つばびろ帽子、くちばし状をした、塩水状の筒に強い香りのするハーブや香料、藁などを詰めた鳥のくちばしのようなマスク、木の杖の人揃いがその典型であった。これは1619年に、シャルルド・ロルームが考案した一種の保護衣で、 はじめパリで用いられていたが、その後ヨーロッパ全土に広がった。マスクのくちばしに詰めた香りの良いものとは、例えば、アンバーグリス、バームミント、小脳、クローブ、アヘンチンキ、モツヤク、バラの花びら、エゴノキなどである。これらが正気を発する悪性の空気から身を守ってくれると考えられていた。バラもその悪性の空気からのフィルター代わりとなる。マスクは、 目の部分に赤いアイピースをはめ込むこともあったが、これは悪霊を払うためであった。アイピースのような目の多いは、感染力が強いペストは、当時、患者の視線も感染原因と考えられており、患者と目を合わせるのを防ぐためでもあった。木の杖は患者に触れることなく診察するための道具であり、古来こうしたワンドは治療者のシンボルであったが、ペスト医者も職業が、 すぐわかるように携帯することが求められていた。14世紀のヨーロッパにおける国史病の時代から伝染病の流行期には彼らペスト医師たちは何より高木であった。ペスト患者を世話することを除けば彼らの第一の仕事はペストによる死者の数を高記録に乗せることにあった。ヨーロッパのフィレンツェやペルージャのような都市ではペスト医師は死因や伝染病が どう影響するのかを特定しやすくするために冒険を行うことも求められた。またペストの流行した時代には遺言者ともなり、膨大な数の遺言書作成に携わった。さらに、死を前にした身の振り方について患者に助言をすることもあった。こうした助言は相手がどのような患者であるかによって異なり、中世を過ぎると次第に複雑さを増す。 倫理上の決まり事を形成して医者と患者との関係性を規定するようになった。ペスト医師は主に射血を中心に腫れたリンパ節にヒルを当てがうなどの体液の均衡を取り戻す治療法を標準的な手順としてこなした。患者の病気がうつる可能性もあり、仕事の性質上、彼らは普段から一般社会とは関わらずにいたが、場合によっては隔離の対象となることもあった。 ペストの治療や予防対策に携わった有名なペスト医師として、ノストラダムスが挙げられる。彼は1546年にエクスアンプロバンスで、ペストが大流行した際に、市当局に雇われた時の様子を、化粧品とジャムロン第一部第八章で叙述している。彼はそのペスト流行のひどさを説明し、射血も競争剤も賛美化も効き目がなかったと述べる。一方で、バラ、 勝負などを混ぜた自身の肝薬は効果があったと述べていた。これは前述の通り、香りの良いものを使う伝統的な治療法の延長線上にあるものと言える。本人は直接述べているわけではないが、おそらく市当局と協力して、患者の隔離などの公衆衛生対策も行っていたのだろうと考えられている。イタリアのパビーアでは1479年に、 ジョバンニド・ベントゥーラという人物を地域ペスト医として雇っている。アイルランドの医者であるネラヌス・グラサヌス、1563年から1653年は何人ものペスト患者を治療した勇気を称えられスペイン、フランス、イタリアで大変な尊敬を受けていた。錬金術師として有名なパラケルススもまた中世のペスト医師の一人である。ありがとうございます。